サトルと岡田優の旅のラジオ。岡田さん。何ですか、サトルさん。最近旅行に行けなくなって、とんとこ空港ってエアポートって行かなくなっちゃいましたよね。空港はもう全然行ってないですね。なんか寂しいですよね。なんか私も最近夜空港にいる夢を見るんですよ。空港にいる夢。どこに行くかわかんないんだけど。悪夢ですか、それ。半分悪夢で、半分ワクワクで、あれ、俺のフライトの番号はないな、とか言って、で、しばらくすると、どこにもフライト行く予定はなかった、みたいなんですね。なんかちょっと悪夢じゃないですか。でも悪夢なんだけど、悪夢なんだけど、なんか、やっぱ心の中で多分空港に行きたいなって気持ちを多分欲してて、ね。空港は本当にそうですよね。特に出発前の空港っていうのは、ね。そう。なんとも言えない不安と期待とで。大体海外旅行するとその始まりと終わりっていうか、区切りに必ず空港にいるじゃないですか。そうですね。やっぱり余計ね、印象深いのがあって。で、なんかそうやって、ある日ちょっと思い出してみたらですね、まあいろんな空港行ったなと思ってですね。で、私ヨーロッパに住んでたから、ヨーロッパの空港なんて、その子供の無料の遊び場、プレイコーナーみたいなのが、結構たくさんあったなとかですね。エチオピアのアディスアベバ空港なんてのはね、ラウンジに行くと、エチオピアのお茶の茶室とかがあるんですよ。で、あれちゃんとお茶を立ててくれたりですね。エチオピアってコーヒーも有名だけど、なんかお茶も有名らしくて、そういうのを立ててくれたり、あれも良かったなとか言ってですね。そうやってなんか返す返す思ってたらですね、なんか一番いい空港どこかなみたいなですね。なんかそういうことを考えたら、実はなんか日本の新千歳空港ってあるじゃないですか。はい、あれがね、なんか一番良かったんじゃないかなっていうね、気がね、最近あんまり根拠もなくふつふつと思ってきたんですよね。日本の空港が一番。そう。なんかいろいろ海外ね、なんか巡り巡ったけれども。で、まあ、新千歳空港って私、まあ、最後に行ったのはもう5、6年前だから、ちょっと記憶が違ってたらご容赦願いたいんですけれども、まあ、なんかそんなに大きくないコンパクトな空港じゃないですか。岡田さん行ったことあります？行かれたことあります？昔一回使ったくらいですね。そんなぐらいですか。ね。で、結構コンパクトで、やたらだたっぴろいと、どこに、受付があるのかとか、そういうのが分かんなかったり、苦しいんだけれども、新千歳空港って程よくコンパクトで、やっぱり国内線がメインだから。うん、で、北海道の名産とかが、いろいろあるんですよね。牛乳も美味しいし、アイスも美味しいし、果物とかもいろいろあって、ああいうのすごいいいなと思ってですね。もうなんか、あそこだけでもう食べ物とか雑貨とかもう北海道の魅力がみんな詰まってる感じなんですよね。確かに。なんかラーメン屋とかすごいありますよね。そう。函館じゃなくてなんか札幌の時計台のラーメンとかね。ああいうのがあったりとか。もうあそこだけで観光できるんじゃないかって。これもなんかデイリーポータルの記事とかでありそうですけれども。新千歳空港だけって。記事で、平日に定時退社して日帰りで北海道のラーメンを食って帰ってこれるかみたいなのを考えたことがあって、はいはいはい。なんかドラえもん、スネ夫のドラえもんで、そう、スネ夫が、はいはい、なんかうちの家族はっていう自慢話で、その、金曜日にラーメンを食べたいと思いついたら、うん、もう仕事終わりでそのままラーメン北海道に食べに行くんだよみたいなことを言ってたんで、まあそれをできるかっていうのを計算したら、北海道のマッチまで出ると間に合わなくて帰ってこれなくて、そして空港でラーメン食べれば帰ってこれるっていう計算。じゃあスネ夫の一家はもしかして新千歳空港に すげえビップかと思いきや結構ゴセゴセして、そうです、ね、間に合わないよとか言って結構頑張ってたのかもしれないですね。その時に確かに調べてすごい充実してるなと思いました。なるほどね。岡田さん、岡田さん、編集部の石川ですが、昔デイリーポータルの記事でね、はいはい、二次会を札幌でやるっていうのがあったんですよ。一次会は東京で飲んでて、でそれが終わったら二次会で確か札幌の壺八に行くっていう。壺八なんだ。チェーン店なんだ。いいなぁ。そう、チェーン店もうまいんですよね、札幌だと。で、結局それは、帰る時間はないから、そのまま泊まりっていうだったんですけど、はいはい、最高ですね。そうです。でもなんか1次会と2次会の間に飛行機乗ってるから酔いが冷めて、なんか俺たちなんで今こっちいるんだっけみたいな。冷静になる時間もまた妙な魅力があるのかもしれないですね。そのくらい充実してるし、で私のまた記憶がおぼろげなんですけれども、そんなに高くなかったと思うんですよね。その時々特にアメリカとかヨーロッパの空港ってプレミアムっていうか、まあ、ぼったくりっていうか、まあ、人によって表現は違うかもしれませんけれども、なんかそういうのが多い中で、割と非常に良心的だったような記憶もあってですね、これはもうなんか本当にいいとこだなっていう思い出があるんですよ。で、その中でも突出して良かったなって覚えてるのが、確かね、空港のそのゲートの中か外か忘れましたけれども、温泉が
確かあるんですよね。覚えていらっしゃいます？いや、覚えてないです。なんか、ね、僕入ったことありますね。入ったことある、入ったことある。そうそうそう。なんか3階か4階だか分かんないけれども、なんか結構近いところにありますよね。あります、あります。で、私の知る限りね、その、どんな世界の空港でも、その空港のその建物の中に温泉があるのって、多分この新都市と、あと、僕入ったことないけど、セントレア空港、名古屋のですね、空港に確かあったような気がするけど、だそのぐらいしかね、ないと思うんですよね。だからね、これ考えてみたらむちゃくちゃ、ユニークなことだし、ものすごい価値があるなって思ってですね。で、私も確か仕事で、ビジネスで結構、新千歳空港、その頃はよく使ってたんですけれども、やっぱ帰りにこの、いろいろ仕事終わって温泉に行くとですね、この多幸感というかもう幸せが脳みそいっぱいに広がってくる感じがですね、まあ、半端じゃないんですよね。で、何かなってね、今更、今は旅行けないものですから、分析を帰り見てみるとですね、ああいうリラックスした中で、あと 1,2 時間後ぐらいにもまた飛行機に乗るっていう、この後も確実に楽しい体験が確約されてて、今ある楽しいことと、次にある楽しいことが、この足し算じゃなくてなんか掛け算になっていくっていうかですね、あと何時間後にもまた楽しいことがあるし、でも今すっぽんぽんに裸になって、なんかのんびりとこう楽しんでるしっていうね、この幸せなね、感じはね、なんかおよそないんじゃないかなってね、思うんですよね。確かにそのトランジットで使うのにめっちゃいいですね、それ。そう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 。で、新千歳をね、トランジットで使うと、どこに行くのか、ちょっとロシアに行くのか、確かに国際線少しあるんですけどね。そう、だから。いや、僕、そう、結構安いチケットで行くんで、いつも、トランジットめっちゃ多くて海外行くときとも。わかります、わかります。一本で行けるんだけども、日本であえて行くと安いってやつですよね。そうそうそう、はい、で、もう南米とか行くと20時間30時間かかるんで、炉に入りたくてたまんなくて。ある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 。トランジットホテルを使うんですよね。ありますね、あります、ね。あれ使うのがめちゃくちゃ好きで、トランジットホテルって何ですか？なんかそのトランジットする人専用のホテル、ビジネスホテルみたいなのがあって、空港内にその 3,4 時間とかだけ滞在できるみたいな、ステイできるっていう、でちゃんと個室があって、シャワーがあって、ベッドがあって、寝れるようになってるんですよ。そうですね。あれ、まあ、ちょっと高いんですけど、使うとすごい体力回復して。そうですよね。でもあれって欧米文化だからシャワーじゃないですか。今、イミジクもおっしゃったけど。確かに確かに。だからそこに温泉があったら、そうそう、サウナとかね。かなりトランジットが楽しくなります、うん。そうですよね。だからそういうビジネスとかね、なんか作ったらね、なんかいけるんじゃないかなってね、逆になんか思ったりするんですよね。まあ、温泉を発掘するところから始めないといけないから、ちょっと難しいかもしれないんだけども。まあでもどっかからお湯持ってきてね、なんか、ね、スプリングバスがあるよとか言って。そうですよね。そうなんか、トランジットでまず人気を出すみたいなのはあるかもしれない。そうですね。トランジット専用空港ですみたいな。そこ降りても何もないんだけど。ちょっと2本寄っていくかみたいな。そうそうそう。で、足湯は1ユーロとか、で、ちゃんと入りたかったら10ユーロとか、ちょっとずつ取ってって、なんか回転式に。だからもうビザのゲートとかもあれですよね。そこでもう、すっぽんぽんになりながらなんかゲートができればね、これ以上安全な状態ないわけじゃない。今思いつきましたけど、だから服脱いだのやつはもうそのままベルトコンベアで運ばれていって。それでもあれだ、ちょっと収容所感があるからちょっと問題になるかもしれないんだけれども、温泉入りながら、じゃあ次はこっちのサウナで壺湯とかなんかいろいろ行っていく中で、ちょっとずつ検査されていくんですよ。流れる温泉みたいな。そう、流れるプールみたいな。そうそうそう。で、あ、ヘロイン反応はないですね。ちょっと反応出ちゃうと、別のルートにチャンネルにこう、ポンポンのまま入っていっちゃうみたいな、そういう感じで。入国審査をエンタメ化してしまおうという、ね。そうそうそう。で、サウナでね、二人っきりでそのおじさんといて、おじさんどうやって来たのとか言って、いやいや、俺、日本から来たんだよ、みたいな。何やってんのって言って、なんかそういう感じで裸の付き合いでね、やっていくみたいな。それはエンタメ化してで、いや、もちろんそういうのが嫌だって人は、普通に行列に並んでいただいて、無料なところ行くんだけども、お風呂も好きだし、入館ゲートもその時間過ごしたいよって人は10ドルか10ユーロぐらい払って行くって言ったら、僕絶対10ユーロ払って行きますよね、これね。来ますね。確かに入館ゲート、ね、もっと楽しくしてほしいですね、はい。そうそうそう。だから番号とかも腕につける、銭湯でありますよね。あれをだから、なんかフライトの名前とかにして、それでなんかやばくなると光ってくるんですよ。もうお前あと10分だぞとか言って。うん、で、JAL なんとか便はもうあと10分でって腕が光ってって。荷物だけ先に、洋服だけ全部先になんかモスクワに行っちゃったんだけど。そういっただから、館内着とかがまあ100ユーロとかで、新しくまた着なくちゃいけないコースとかで、多分ね、100人にね、2人ぐらいはね、おまぬけな人がいてね、多分その初ポンポンのままの人がいるんですよ。で、そういう人への服を高く売りつけることによって、その、あなた、私はフライトに遅れましたとかなんか書いてある T シャツかなんか書かせて、それいいんじゃないかって思いますね。確かに。
結構その行列待ちとか1時間とかね待ったりするから入国審査って、うん、そうそう。であれもリラックスの反対じゃないですか。もう本当にこれ間に合うのかとかね。本当に一番ストレスするな瞬間ですね、うん、固め固めに行って、うん、じゃああれですね、もうこのラジオを聞いてる空港経営者並びにその空港入国管理当局の方は今すぐ検討していただきたいですね、うん、これはそうですよね、うん、もっとなんかこうディズニーランドの行列の待ち時間みたいな感じでこう大道芸やったりだとか。ああいいですね。そうですね、確かにあそこで大道芸やっちゃいけない法律はないですね。そうですね、あるのかもしれないけど適用除外かなんかしていただいてね、うん、なんか何回か1回はすごい特別なスタンプが当たるとか、うん、スタンプが金色に光ってる、ね、SSR 入国した SSR 入国で、なるほどね。何回かに1回は理由なくディナイとかなるとかね、なんかダメとかなっちゃうとかだけど、そうですね、いいですね。ナイフない、うん、そう、どっかの部屋に連れて行かれるけどなんかドッキリみたいな感じでそうそう、あなたのパスポートがおもちゃに変わりましたとか言って、ね、あら不思議とか言ってなんかパスポートがなくなりましたとか言って嫌がらせみたいになるけど、でもそうすればね、大道芸の人だってね、絶対そこ人並んでるわけだし注目度 100% なわけじゃないですかね。投稿コーナー、あなたの旅の密かな楽しみ、このコーナーは旅っていうのは、まあ、楽しみ方ってのは自由だなって私は思うので、この読者のリスナーの方もですね、旅の楽しみを聞いてみようという、そういうコーナーです。今回はラジオネーム新右衛門さんから、お便りをいただきました。新右衛門さんの楽しみです。普段は夜更かし大好きで深夜まで起きているため早起きが大変苦手なのですが、旅行中はなぜか早起きしてしまいます。そのため知らない土地で早朝散歩をするのが旅行中の楽しみです。京都へ行った際、鴨川べりの宿に宿泊し、早朝に散歩へ出かけました。東の山々がうっすらと色づき、朝日が昇る気配を見せながら明るくなる様子を見て、清少納言もこれを見ていたのか、これが京都の歴史の重さか、と感動しました。私の中で旅の思い出には、いつも早朝散歩で見た景色が結びついています。という、これはなんかいいお便りですね。素敵な文章ですね。ですね、これ岡田さん分かります？これ旅行中につい早起きしちゃう。旅行に行くと急に生活リズムが良くなるみたいな。そうそう、めちゃくちゃありますね。めっちゃ夜型で朝弱いんですけど、あ、じゃあこの CM さんと全く同じパターン。そうですね、旅行行くとすごい生活リズム正されて、うんうん、朝晩起きて、うんうん、夜早く寝てみたいなのありますね、うん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 、いいですね。でそうすると外に出たりします？早朝散歩とか。早朝散歩します、します。うん、うん。いいですよね。街って夜に行く景色と朝の景色全然やっぱり違う時ありますよね。そうですね。日本でもその京都とか、なんか割と観光地の場所をめちゃくちゃ早朝に行くと、うんうん、まあ混んでないし。そうですよね。うん、そうそうそう。すごくいいと思いますね。うん。で、朝行くとね、庭先でね、お掃除してる人とかいて、あ、健全なね、うん、なんていうかな、ちゃんと人たちが働いてるんだなとかね。結構働く人って朝早くね働くところ多いじゃないですか。だからそういうの見てるとすごくいい気持ちになりますね。私も実は学生時代って海外に一回も行ったことなくて、でその海外、海外が好きになる、海外が好きになったきっかけってそのやっぱり仕事だったんですよ。で海外出張で、まあその頃は全然言葉も喋れないし大変だったんですけども、でも自由時間って、やっぱ夜ってしこたま飲まされたりするから朝しかないんですよね。で朝うんと早く起きて、最初は本当何でも怖いから、外出たら怖いなって気持ちもあるんだけども、それも好奇心が打ち勝って、まあ外をこう散歩してですね、歩いたりとかして。で、そうするとなんかその朝焼けのね、綺麗な空の中で人々がなんかこれから出勤し始めるみたいな、そういうところを軽くジョギングしたりとか散歩したりするっていう、あの時の景色って未だに私も残ってますね。シアトルとか、ケアンズとかですね、カンボジアとかですね、当時行った朝の景色ってすごい覚えてますね。旅行は朝も悪くないですね。旅のラジオでは皆様の投稿をお待ちしております。YouTube の概要欄をご覧いただいて、今募集している5つのコーナー、何でも良いので、ぜひ皆さん送ってみてください。旅のラジオ第5回、このあたりでお別れしたいと思います。本日はサモア語でバーイを言いたいと思います。サモア語でさよなら。ファ。